はいみなさんこんにちはこんばんは。ココミキャンデルのショーが今日は値上げ、値上げになれろをお送りいたします。よろしくお願いします。いよいよ政府からですね、日本政府からすさまじいコメントが出されました。どんなコメントかというと、ガソリンがまあ今ちょっと安くなってる感があるじゃないですか。 これはですね、まず政府がお金を突っ込んでるんですよ。すごいお金をね。だから160円とか170円ぐらいでレギュラーガソリン1リットル今税込みで入れられるところ、まあまああるんですよ。あの、160円台ってことですよ。160円ちょうどだときついですけど、まあ160円台、170円台で入れられるところは、まあ探せばある。まだね。上がりますよ。政府の補助金、で突っ込んでるお金、 そろそろやめるみたいですから、爆発的に上がりますよ。リッター200軽く超えるでしょう。始まります。始まります。始まります。場合、坂上二郎。俺、そんなこと言ってないよって言われちゃいますね。二郎さんに、飛び出す、飛び出すですね。始まります、始まりますですよ。だけど、二郎さん、助けてよ。本当にね。いやー、これはね、ガソリン使ってる人は、もう本当、危機的な状況になりますよ。リッター200円突破しますよ。間もなくね。 でこれはね、あのー、大変だ、ね、リッター200円になると、物流にも関係するわけですよ。例えばの小包とかね、宅急便とかそういうのは、まあ、ガソリン使って届いてるわけですよね。まあ、車とかトラックとか飛行機とか船とか使って移動して動かして、まあ、荷物を運んでいるで。それも運べなくなってきちゃう。そうじゃなくたってドライバーが足りないね、もう運ぶ人が足りないんですよ。で、今、届かなくなっているんです。 平気で今ね、ちょっと離れたところとか不便なところは1週間とか10日、2週間ぐらいかかるんですよ。アマゾン、楽天でポチッじゃあ来るの楽しみにしてるけど、いつ来るかないつもそうだ。2日3日あれば来るからな。待てど暮らせど届かない。えー、で、問い合わせしたら、いや、ちょっと今遅れておりますっていうことで、待っていたら10日かかった。もうザラですよ、ザラ。ザラザラ。本当にね。 そんな時代の中、燃料費上がったら、ますます届かないじゃないですか。で、まあ,あの、送料が高くなるわけですね。送料ですよ。送料じゃないですよ。ポクポク送料じゃないですからね。お経を唱えちゃいますよね。高くなる、ポンポン、高くなる、ポンポン、はぁってね。な <laughs> んのこっちゃい、このラジオ。ね。いや、これでも厳しくなりますよ。で、とうとうね、政府は、まあ、投げやりな言い方してきましたよ。 怖いね。ガソリンとか高くなるじゃないですか、これから。これからね、あの、え、だって円,円高になってるじゃないですか。150円だったのに、今146円ぐらいで、円高になってるんだからガソリンなんか上がるわけないですよ。いや、何アンポンタンみたいなこと言ってるんですかそんな関係ないですよ、そんなこと。原油がもう一度またね、上がって、上がるんですよ。原油上がって、あの、 オペックとか減産始めてるので、思ったよりも減産してないとか言いながら争いがひどくなって原油がまた上がってきちゃう。上がったところで補助金外すんですよ。なんでそのタイミングで補助金をね、外すか私でも理解できないですけど、日本政府はやるわけそういうふうに。だってやるって言ってるんだから。で、最後に今なんて言ってると思う、ガソリンの値上がり、まあ高い値段で推移するのに、 もう国民の方々も慣れなきゃいけませんねって言ってるんですよ。慣れろ。要するに値上がりとか、物の物価が今上がってる高い、ガソリンも高い、そろそろ慣れてくださいと。文句を言わないで、あなたたち慣れなさいよって。慣れろって。言われましたよ、皆さん。本当に言ってるんですよ、国会議員が。慣れろって。慣れなきゃいけないの、私たちね。<laughs> 素直に受け止めると、なれないと。ああ、なんだ、リッター220円か、レギュラーガスに。大したことないねって。<laughs> 魂を失ったね。魂を。言葉を失ったんじゃないよね。もっと言っちゃってるよ。魂を失った。本当にね。その発言に。いや、きついね。200円超えになるのに、なれないといけないんですよ。いや、だけど、 そうか、なれろって言われたら、その人の言ってることも正しいのかななん <laughs> なのいきなりね。<laughs> どうしたのいや、なぜかっていうとね、あのー、フランスに友達、ピエールっていう友達がいて、最近結構連絡あるんですよ。で、ねえ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 、ガソリン日本いくらって言うから、え、今、リッターでレギュラーで165円ぐらいじゃないかなって言ったら、いや、熱いねいいな、いいな、い本当それ安いよ、って。え フランスって今いくらなのうーん、日本のお金だったら多分300円。え高いとこ350円ぐらいで。1リットルですよ、レギュラー。350円。<laughs> すごいね。あ、でもそういえばね、イギリスもね、250円ぐらいなの高いじゃないですか。高いよね。世界中上がってるの。いや、まあ、円安っていうのも、まあちょっとあるけどね。だけど、 まあ250円は高いね。350円フランスのもっと高いよね。ピエール、頭抱えちゃって、その僕の給料だと、だんだん生活の質を落とさないとね、あの家賃も上げられちゃったんですって。日本円でね、えっ、ー、とね、23万ぐらいのとこ住んでたんですよ。26万にされちゃったの。3万円上げられちゃったの。きついよね。1ヶ月3万だよ。いきなり。でも上げないと出ていかないといけない。 要するに、ちゃんと分かった。じゃあ3万プラスで払うよって言わないとね。向こう厳しいからね。すぐ出て行けってなっちゃう。喧嘩になっちゃう。だから飲んだんですって。プラス3万。皆さんどうですかアパート、団地、マンション住んでいて、家賃。いや、来月から3万プラスねって言われて。すぐに即答で、あ、分かりました、大家さん。3万ねって言える <laughs> <laughs> 言えないでしょ。ちょっと悩むよね <laughs>。ちょっと待ってください。え ?3 万ってなるよね。きついよね、プラス3万は。いやー、だけどね、でもね、あのこの間、東京に住んでる人であの、マンションはもうすでに持ってるんですよ。で、返済はもう終わったの。ローンがね、20年ローンで終わったんですよ。もうでついこの間終わって、安心だなと思ったら、修繕積立金をね、倍にされちゃったの。 今までね、2万4千ぐらいだったのに、4万8千になっちゃったんですよ。で、これ修繕積めた的にだけですから。4万8千円。で、その他に管理費が1万5千ぐらいある。で、そうすると、もう6万3千でしょで、駐車場代が2万ぐらいあるわけ。8万3千なの。何にもしなくてもマンション、ローンを完済したのに、全部返済終わったのに、8万3千あるんですよ。毎月、そこに住んでるだけで支払う。 お金がね、家賃関係じゃないけど、家賃みたいでしょ、8万3千だと。もうやになっちゃうって言ってましたよ。だったら15万のとこ借りてても、なんかそっちの方が気が楽かなって、要するに自分で直さなくていいじゃないですか。ね、あの、何か壊れたりなんかしたら、まあ、あの、家賃の保証の中に入っているものであれば、まあ、大家さん側が直してくれるわけでしょ。その方が気楽かななんて言ってましたよ。で、古くなったり引っ越しちゃえばいいじゃないですか。 で、今、8万3000円毎月払いながら、な、なったばっかりなんですよ。修繕積み立て金ね、先月から上げられたの。うん、4万8000円ね。だから、8万3000円を今、これから払わなきゃいけない。今月から。で、8万3000円払いながら、まあ、古くなっていくわけですよね。だから、大規模修繕のためにっていうことで上げたんだけど、大規模修繕はまだ先なんですよ。まだね、8年から10年ぐらい先なの。なんだけど、そのために、 8万3000円を毎月毎月払って、で、なんか8年経って、だんだん、まあそれに向かってボロボロになっていくわけじゃないですか。今でもちょっとボロくなってきてるんですね、あっちこっちね。でも8年は我慢しなきゃいけないんだね。今のボロい状態で。ますますボロボロになっていく。そのボロボロを眺めながら8万3000円を払っていく。8万3000円を払いながらボロボロを見つめている。どう <laughs> どうって言ってもね、そう言われてもね、どう答えればいいか分かんないですよね。本当に。いや、困るよね、だけどね。なんかそうですよね。なんかうまくいかないじゃないですか、人生ってね。まさかそんなことになる日が来るとは思わないでしょ修繕めた時にも倍にされるとは誰も思って済んでないでしょ、そこに。いや、これちょっとショック。 ですよねだからねから毎月8万3千円出ていくのって結構痛いじゃないですかでなんか年齢的にねもうそろそろその人はあの会社65歳になるので退職するんですよで退職するので、まあ、仕事は辞めちゃうから減りますよね収入が、まあ、年金暮らしになるみたいですけど年金ってそんなにはすごくもらえないじゃないですか ねえ。だから20万前後、例えばもらったとして、年金をね、18万5千円とかもらったとして、8万3千円出ていくのきついですよね、やっぱりね。これ、だから本当にね、まあまあいいマンションなんだけど、だけど、いや、もう本当に、あの、楽しく笑顔で過ごせるかって言ったら、そうじゃなくなっちゃうでしょ。なんか仕事しなきゃいけないよね、なんでもいいからね、ちょっとね、プラスになるね。 ずっとだから仕事しなきゃいけなくなるんじゃないのね百100歳まで。<laughs> 100歳まで生きられれば。いや、でも100歳までもうギリギリまで仕事しなきゃいけないでしょう。もうちょっと生活不安になっちゃうよね。そういう方は多いです、今。今でもこれ始まったばっかりなんでね、前も言ったように。まだ日本のインフレ値上げっていうのは、リス的にはまだね、そんなにいってないんですよ。 だからこれはね、諸外国、アメリカとか、あの、ヨーロッパ、イギリスもそうですけど、比べると、まだインフレ率は大したことないので、まだどんどん上がってきますよ。来年に向かってね。まあ、恐ろしいぐらい上がるでしょう。だから品物は軽く今の場合にはなりますよね。来年の,あの春から夏にかけてね。あの全部。だから、100均で今、100円で買えてるものは、まあ、来年の春にはもう絶対買えないですよね。 で前もまあ150円になりますよ、最低って言って、150円になってますよね。あの値段は150円にできないんですよ。でなんか会議して150円にするって話あったんだけど、それやめて、量を3分の2に減らしましたよね、全部ね。で、物もちっちゃくしたり、薄くしたり、厚みをなくしたりとか、重厚感を削ったりとかして、なんとか100円で品物を、同じような感じのものを作ってるんですよ。 でも実質3分の2になってますよ。強度とか、量とか。だから微乳袋も3分の2から半分ぐらいに減らしちゃってるわけ。だから実質150円以上になってるんですよ、みんな。もう全部すべて。で、今300円、500円、1000円とかの商品を増やしてるんですよ。だから来年はそれでももう耐えきれないでしょう。だからもう無理ですよね。だからもう、量を減らすのも限界なので、 そうやってお弁当とかコンビニね、底上げ弁当で量を減らしながら値段もちょっとだけしか上げないで耐えてきたけど、まあそろそろ限界ですね。まあそろそろ限界でもう上げざるを得ないですよ。もうドカンドカンと。うーんだから来年の頭にはまたドカンドカンと上げ始めますよね。今年末はね、やっぱりあの買う人が、あのー、多いんですよ。年末、正月の用意とかで。 買い入れる人が多いじゃないですか。だから買い物多くなるので、まあそんな値上げしなくても量が売れるんでね。まあ今は、うん、なんとかちょっと値上げしないで、ちょっと来年の1月以降まで頑張ってみようかなということで、まあ値上げしてきたんでね。で来年の1月の後半からまた極端な値上げが始まります。驚くほどのね。うん、だからまあ、うん、全商品、 春から夏にかけて今の2倍以上になってますよ。ひどいものは3倍、4倍となっていくでしょう。まあ、サントリーのそうですよね。だからね。サントリーのお酒2.5倍になるんですもんね。だから16万とか、それぐらいで16万、17万で売っている。まあ、それでも高いですよ。1本16万ですよ、ウイスキーが。700ml ですよ。普通の瓶ですよ。ねえ。それあれでしょう。だってあの、 2.5倍ぐらい36万とか3 0何万ってなるんでしょ ?36 万から40万の間ぐらいね、税込みで。いや、すごいですよね。飲めないねで。そんなのあれだよね。あの、40万近いボトルを銀座でキープしたらどうなるんだろう。<laughs> 200万ぐらいになるよね。1本ね。 白紙を25年キープしたいんだけどって言ったら、店の人が喜ぶよ、そりゃ。だけど仕入れだって馬鹿になんないよね、その40万ぐらいの仕入れで。ねえ。多分キープすると銀座だと200万だよね、1本。200万のウイスキーをキープしてるってどう、ね、なんかマジックかなんかで、ね、名前書くんでしょなんかね。自分のあだ名とか、まあ実際名前書いたりとかして、 で、誰か黙って飲んじゃうんでしょそれ。<laughs> 黙って飲むやつ。いや、いるんだよ。黙って飲むやつが。あの、俺、あいつのこと知ってるからさ、あいつのボルトは、あのボトル、あれ持ってきてよって言って、飲んじゃうやついるの。ひどいよね。で、これ適当にさ、安いウイスキー足しといてよとか言って、本当に、そういう輩がね、いるんですよ。だ俺、大丈夫怒られたって、俺責任持つからよく知ってっから大丈夫なんだよとか言いながら。いたずら半分でね。たまったもんじゃないね。40万とか100万、200万のボトルをね。 飲まれちゃって安い3、4い三四円のウイスキーを足されてね、ないもう訳分かんない。まあ、それでも分かんないんだよね、酔っ払ってるから。もう分かんないの、そういうところで飲んじゃうと。いや本当にね、もうめちゃくちゃですよ。まあ、いろんなこと起きますけどもね、まあ、これから値上がりは激しくなって、まあ、ガソリン代もね、今、円高にちょっと傾いてるって言っても、あんまり関係ないですね、本当に。原因はこれから折り返してまた上がってしまうでしょうし。 あのー、まあ、とりあえず、あの、補助金が外れていくので、あの、価格は上がりますよ、ガソリンは。うん、あの、これからどんどん上がっていきます。まあ、上がる一方でしょ、こっからは。だって補助金外しちゃうんだもん。だから政府がコメントとしてね、慣れろと。ガソリンの高いのに、皆さん、国民の皆さん、慣れてくださいって、はっきりと言ったんですよ。慣れろ。これ、慣れなきゃいけない。いや、慣れなきゃいけないんだね。 そうか、失敗したね。なんか、高い高いと思っちゃいけない。慣れないといけないんだこれ。ね。うん、だから、牛丼食べよう。うん。え、500円え、前って300円ぐらいじゃなかったっけ波が。そうか、慣れてないのかってね。反省しなきゃいけない。500円、慣れなくちゃ。ね。笑顔で。<laughs> きつい。いや、だけどきついよね。だってあの、入ってくるお金が上がんないんだよ、全然。入ってくるお金が上がんないのに、 慣れるも何もないよね。だって払えないもんね。だってそれが毎日食べていたら、お給料の手取りより、全部いろんな牛丼とかね、あの、掃除機壊れたから買い替えようかとか、全部上がってるわけですよ。掃除機も同じ掃除機が。えー、嘘でしょ ?1 万5千円で買った掃除機が2万3千円になってるってザラだから、で掃除機買い替える壊れちゃった、どうしてもいるじゃないですか。 でも、プラス8000円の出費でしょで、プラス8000円どころか、まる、あ、丸々買わなきゃいけないから、2万3000円出費で、前より8000円高いわけだよね。で、その月って、結構きついじゃないですか、手取りが決まってるから。えぇ、掃除機壊れて買わなきゃいけないけど、2万3000円か、すんごい出費、えぇ、ー、と思うじゃないですか。その時に、値段が上がった牛丼500円を、バクバクと食べれるかって言ったら、ちょっと心細いでしょだから、 うんでしょうがね。今日はコンビニのおむすび2個にしようかなとかなるんですよね。人間ね。なっちゃうじゃないですか。厳しいでしょそうしたら。ちょっとなんか心もとないし、なんか生きる希望の強さっていうのが弱まってしまいますよね。やっぱりね。いや、そうきついですよね。なんかついでになんかあの、おにぎり買って普通だったらコンビニで、じゃあカフェオレでも買おうかなっていうのが、 水でいいかってね、なんかすごいだんだんなんか寂しくなってくるじゃないですか。いや、本当にそうなるよね、だけどね。水でいいかみたいなね。まあ、水でいいんだけど、飲み物だから。だけどなんかカフェオレとか今まで飲んでたんだから、あ、なんか一日の楽しみで、あ、美味しいと思って飲むっていうのを、なんかちょっと癒されるじゃないですか。それを奪われてしまう。で、政府が、なれろよ、それにってね。 水飲むのになれろって言われてると同じでしょ、毎日 <laughs>。え、カフェオレ飲んでたんだけど、毎日カフェオレダメなの水になれなさい。いや、怖い怖い怖い。水にえー、水になれるのか、んってね。いや、悲しい、辛いね。厳しいね。いや、これはね、厳しい。いや、イギリスとかアメリカとかにヨーロッパ、まあ値段上がってて苦しいんですよ。苦しいんだけど、まだね、日本よりちょっといいのは給料も、 あの、そんな場合にもなんないけど、まあ、まあまあ上がってるの。上がってるところは。だから上がってる人は、ちょっと楽。それでもね、あの、物の値上がりの方が激しいので、それはきついんですよ。でも日本みたいにね、慣れろとか言われてね、いや、もう生活がちょっと、ええー、っていうふうにはな、なかなかね、全員が全員にはなってない。でも日本って多くなってますよ。絶対そういうの。 これはね、だからイギリスをなぞるようにね、イギリスもだから、あの一部の人はもう家を失ってしまってね、路上で段ボールにくるまったり、毛布にくるまって生活してるんですよ。これはきついよね、寒い今寒いの、イギリス、本当に寒くて、もう今0度ぐらいだから、もうね、やんなっちゃうね、0度の中で路上で、外のなんかアスファルトのとこって、ね、あの歩道のとこもそうだけど、ちょっと一時的な感じじゃないですか。 で、皇室的な意思的な感じのところって冷えますよね。冷凍になると。そこに段ボールを敷いたり、薄い毛布を敷いて寝るんですよ。やだね。仰向けに寝るのかなそんなことはどうでもいいって。いや、どうでもいいけどなんか想像したらわびしいじゃないですか。仰向けで寝ると背中が冷たいよね。で、星空は見えるかな まあ、ロンドンはいつも曇ってるから見えないかもしれない。でも空はまあまあ見えて、ああ、今日も空は曇ってるなと思いながらね。仰向けはやだね。横向きかなそうすると人々が歩く足が見えるね。みんな楽しそうになんか歩いてるんだよね。何か目的に向かって。自分だけ目的がなくて、 路上生活寂しいから横向きも嫌だね。うつ伏せかな <laughs> うつ伏せいや、うつ伏せきついね、そういう人だけでね。うつ伏せきついよね。0度だよ、だって。そのコンクリートアスファレとか知らないけど、路上のところにね。うつ伏せは顔が冷えるね、お腹も。いや、きついな、やっぱりね。 でもそんな生活の人がすんごい増えてるんですよ、イギリス。アメリカでもそう、増えてるの。だけど、日本はならないよって人いるけど、そんなことないと思いますよ。だって、このままいったらさっき言ったように、掃除機が壊れてプラス2万3000円できつくて、もうコンビニのお弁当も、もう牛丼もそうだけど、500円以上のものが食べれなくて、おにぎり2個とか1個にしちゃう人出てきてますから。で もう200円ぐらいしか使えない。カフェオレプラスしたいけど、もう無理。もう予算がなくて。だおにぎり1個でお昼過ごすとか、水飲んで。おにぎり1個とね、水を飲んで。水飲むとお腹いっぱいになるから。とか言ってね。辛いですよね。で、そういう人が。 もう一個洗濯機とか壊れたらもう終わりじゃないですか。掃除機2万3000円プラス、ねもう一個洗濯機が行かれました。こ自分が行かれちゃいますよね。本当に。いや自分が飛んじゃうでしょ。飛びます飛びますバイ坂上二郎。天国の二郎さん、助けて心を込めて言ってみました。 助けて二郎さん本当ですよ、ね、いやつらいね厳しいでしょいやそれを考えると日本でも家賃が払えずにねいやもうそこから出ていかなきゃいけないっていう人が来年は増えると思いますよこれ一大事ですよ慣れるとかねまあいいよね国会議員はね何にもしなくたって寝てたってお給料すんごいもらえるんだもんね何百万もね それ自分たちはいいですよね。上から目線で慣れろとか言ってればね。ふざけてるよね。だけどね。ね。まあ一般のね、国民の方々は本当に慣れるとかそういう問題じゃなく、生活が行き詰まってしまう人は出てきますね。来年ね。これは辛い。本当にね。まあ、なるべくそうならないようにね。まあいろんな努力を、まあもう限界だっていう人いるかもしれないけど、 今一歩落ち着いて、ちょっと落ち着いて、心をね、あの、ちょっと深呼吸して息整えて、もうちょっと経済的に何か増やせる方法はないかな、ということで、ちょっとその頭の中の思考回路を柔らかくして、ちょっと視野広げて、何かプラスアルファのお金、どうやったら得られるのか、危ないことはダメですよ。あとギャンブル的なもの絶対手出しちゃダメですよ。そういう時ってね、 手出しやすいんですよ。あの何か投資してこれが増えるとかね。変なあのコマーシャルなんか広告につられて絶対手出しちゃダメ。絶対ダメですよ。あのいいこと何もないですから。そうじゃなくて自分で考えるんです。あの調べて何かを得るんじゃなくて情報を。自分でこんなことしたらいいかなっていうのを 自分で努力して増える方法で確実に少しずつでもいいから増やせるものを考えるんですよ。自分の努力、自分の才能、自分の何か今ある能力で開拓できるものが一番いいですよ。本当に。うん、それで少しちょっと安定させる。ちょっと安心感を得る。おにぎり1個2個にする。おにぎり2個をコンビニのお弁当や、まあ、牛丼ぐらいは最低でも食べれるようにする。毎日。 そういう安定性を作り出すというのがいいと思いますね。で、そうやってコツコツやっていかないと、ね、家賃が払えなくて出ていけっていうことになると、いや、もう本当つらいとしか言いようがないですからね。あのちょっと本当困っちゃいますから。まあ皆さんちょっと頑張っていきましょうね。でもね、気持ちは強くですよ。ね。心は柔らかく、気持ちは強く持って、前へ前へ進んでいきましょう。ね。頑張りましょうね。応援しますからね。 気持ち落としちゃダメですよ。下向いちゃダメですよ。前を向いて、前を向いて、未来を見て進んでいくんですよ。絶対いいことありますからね。頑張れば頑張った分いいことありますから大丈夫。頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。